マクロスシリーズ超時空要塞マクロス超時空要塞マクロスフラッシュバック2012超時空要塞マクロスフラッシュバック2012は1987年6月21日に発売された日本のオーブン作品収録時間30分テレビアニメ超時空要塞マクロス及びアニメ映画超時空要塞マクロス愛覚えていますかの登場人物 林民明の劇中歌唱曲を集めたミュージックビデオ作品である。1984年公開の劇場版、超軸要塞、マクロスア愛、覚えていますかは、初版の事情により、本編後のエンディングフィルムの制作が見送られた。この中では、エンディングテーマ曲、天使の絵の具を歌う歌手林民明のコンサートシーンが描かれる予定だった。 本作品はこのシーンを再現するために企画されたものである。マクロスはアニメとポップミュージックのメディアミックスの先駆けであり、この作品も1980年代のアイドルのミュージックビデオのようなライブ映像やイメージフィルム風の映像で構成されている。2012年のコンサートシーンを映した天使の絵の具パート1と巨大宇宙移民船メガロード -01 の旅立ちを 描いた天使の絵の具パート2は新規作画。その他発曲の映像にはテレビシリーズと劇場版の編集フィルムや三木本春彦のイラストが用いられている。前編が音楽による構成となっているため、長谷有弘や土井美香などといった旧声友人による新たなアフレコは行われていない。内容に明確な筋立てはなく、戦争、恋愛、別れなどを経て、 未来へと飛び立つ、人々の希望が表現されている。林民名は、地球での採用なら、サマーコンサートツアーを終え、過去や、未来のイメージが交錯する中、メガロード -01 艦長、早瀬美佐、航空隊長一条光らと共に、遥かな宇宙航海へと旅立つ。天使の絵の具サンセットビーチジ G ラブ小白流シルバームーンレッドムーン愛は、流れる、パート2シンデレライ。 覚えていますか天使の絵のグランナー劇場版、愛、覚えていますかのエンディングについて、監督の河森正春は,はエピローグを追加した場合、どんな映画になるのかも見てみたい、という趣旨の発言をしていた。本作の企画は、続編という条件ならば断っていたが、もともと、民名だけのミュージックビデオは作りたいと思っていたので、演出を引き受けたと述べている。また、 ビデオ編集の映像処理にも興味があり、アニメと実写素材の合成を色々と試みている。イラストレーターを修行としていた三木本春彦は、久々に民名を描いたところ周りから、全然似てませんねと言われた。絵描きとしては以前と同じに描いても面白くないので、意図的に現在の自分の絵柄にしてみたが、一番難しかったのは30代半ばの民名だったという。 マクロスシリーズの続編、マクロスフロンティアの菊池康人監督は、新人アニメーターの頃、民名が回転しながら、空へ舞い上がるカットの動画を、タツノコプロで描いていた。愛、覚えていますかの幻のエンディングフィルムは、絵コンテと設定画が残されている。本作のコンサートシーンとは、民名の衣装デザインが違い、新婚の一条、光、ミサ夫妻が、 コンサート会場の客席に中むつまじく並んでいる場面があった。作中に登場する様々な林民名は近未来の可能性のイメージ像であり、年齢や状況を特定されるものではない。本作の時点で川森は全部がああいう風になったという話ではなくて、なるかもしれないという話でしかない。あくまで過程ですと説明し、民名が 宇宙移民船メガロード -01 に乗ったか乗らないかは見るときの気分で変わるんじゃないかと述べている。その後のシリーズ続編で用いられる年表では、民名はメガロード -01 に乗ったとされている。メガロード -01 はテレビ版、マクロス当時から設定としてあり、本作で初登場となる。OVA 版のデザインは、設定画がなく、川森が直に原画を描いている。 地球からの出航シーンは続編マクロス7マクロスフロンティアのアバンタイトルでも再現されている。一条ヒカルが乗る可変戦闘機 VF-4 ライトニング3はこの時点ではファイター以外の変形形態は設定されておらず、後のゲーム作品でガオークとバトロイドのデザインが登場する。本作で使用された歌の中には、 レコード CD に収録されていないバージョンのものがある。本作発表後に発売された劇場版マクロスのビデオ LDDVD ではエンディングが本作の新作パート、天使の絵の具パート1に差し替えられており、タイトルも長時空要塞マクロス愛、覚えていますか完全版となっている。マクロスフロンティアのラジオ番組 ラジオマクロスのシリーズ解説コーナーで、この情報を教えられたランカリー役の中島愛は、驚愕していた。2000年4月に発売された本作の DVD には、特典のテレホンカードが付属しており、流通量が少ないこともあって一時期ネットオークションで、高値取引された。その後、マクロス25周年記念の一環として2008年2月22日に、DVD が再発売されている。 2012年7月12日に劇場版マクロスブルーレイディスク版の初回限定版 30th アニバーサリーボックスの特典として本作品ほか様々な映像特典が収録された b d が同梱された。ありがとうございます。